どうも、りょうへいです。よろしくお願いします。はい、本日も引き続き、モンタンスポーツさんに来ております。いつもありがとうございます。はい、ということで、本日は、今まではね、最初に源田選手モデル、新しいタイプね、紹介して、その後に軟式のキャッチャーミット、紹介しました。ということで、次ちょっとね、公式をグローブを紹介していこうかなというふうに思います。で、今回は、僕ちょっとこのメーカー知らなかったんですよ。勉強不足でした。新しいメーカーが。モンタンさんに置いてありましたので、ちょっとそちらのグローブを、紹介していこうかなというふうに思います。そのメーカーが、はい、こちらでございます。はい、はい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 、これはジェニュインっていうメーカーですね。はい、本当にちょっと僕が無知で申し訳なかったんですけども、初めて、見ましたね。で、ここにちょっとこのラベル、めっちゃかっこよくないですか。存在感あるし、でジェニュインっていう、グローブなんですけれども、こちらね、プロ仕様の革を使用しておりますと。で、つかみも、当てもどっちにも、対応していて、でこのメーカーさん、ボーイズ、ヤングリーグ規制あります、そこのリーグでも使えるグローブとなっています。じゃあちょっとね、早速はめてい、こうかなと思うんですが、これはね、片付け済みの、グローブとなっていて、まあ、どちらかというとこうやって反るタイプなんで、まあここでね、深くもいけるし、当てもできるしっていうような、グローブとなっています。で、グローブのカラーリングはこれキャメル、よくね、なんかちょっとびっくりしましたね。はみ出しが玉はみなんですよね。結構、まあ、キャメルのグローブって切りはみの、しかも公式のグローブって切りはみ、自然色、白い切りはみを使ってる、グローブが多いかなっていうようなイメージだったんですけれども、まあ、玉はみの、グローブとなっています。で、ウェブがバスケットウェブですね。エッジはついてないです。ちょっと手の中の手袋って言ったらいいのかな、手を入れた時の感覚は少し大きめかなといったような感じがします。これステッチ、ステッチがこれがオレンジですね。まだキャメルとちょっと近いかなっていうような感じで、一色でドンと、まとまったような、グローブとなっています。指股なしのこちらが逆巻きとなっています。どちらかというとね、なんだろうな、ちょっとだけ深くした源田選手モデルって言ったような、はめた感じだとね、いうようなイメージがあります。ポップに書いてある通り、つかみとか当てっていう点で言うと、まあ、ウェブ下にこれね、丸いポケットありますので、まあ、送球なんか強い打球なんかは、こうやってウェブ下でガチリと、取ることもできそうですし、ここもね、比較的ちょっと、まあ深いんですけれども、ちょっと広めかなっていう、この深い中にしては広めかなっていう、土手、手のひらの、ポケットがついています。で、軽いっすね。かなり軽いので、操作性なんかもすごくいいので、僕的にはサードで使いたいようなグローブですね。もちろんサードも強い打球も来るので、まあ、バスケットウェブだったり、深いポケットありますけれども、まあ、ボテボテのね、打球来たりとか、バント処理したりとか、っていう時なんかはしっかりと当てもできる、ここのね、下の方のポケットで当てもできるっていうので、僕なんかは結構これサードおすすめなんじゃないかなというふうに思います。じゃあジェニュインで他のグローブもあるので、ちょっとそっち紹介していきましょう。はい、続いてはね、ピッチャー用です。いいっすね、2ピースですよ、2ピースウェブがかっけー。ちょっとはめますね。え、マジ、あー、なんだろうこれ。ウェブは今ちょっとね、全然曲がってない感じですね。ウェブ曲がってないんですけれども、これは横型、ウェブ曲がってないで横型なんか。でもポップ的には縦横どちらでも対応できるってなって、これは片付け的には今ちょっとこうやって見るとちょっと横型かな、うん、ほんのちょっと横型っていうような感じはしますけれども、まあ、実際見片付けの状態であれば縦も、使えるよっていったような、ピッチャー用のグローブとなっています。ちょっと長め、大きめって言ったらいいのかな。なので変化球、多彩な変化球、握り替え多いよっていう投手なんかにはすごい向いているかなというふうに思います。で、こっちもカラーリングは一緒ですね、キャメルに、ステッチオレンジとなっていて、こちらも、玉はみの同色キャメルが、使用されています。軽いっす、やっぱりさっきも言ったんですけども、すごい軽いなって言ったような、感じがして、これに関してはラベルが親指側についています。さっきのね、内野手は正面ラベルだったんですけど、これは親指ラベルとなっています。裏側はね、これ多分普通のオレンジです。なんで、本体とちょっと違う、ここだけね、遊び心があるような、ここはでもそっか、遊び心あるって言ってもステッチと同色になるのか、ステッチがオレンジ色だから2色で統一されている、グローブとなっています。確かにこれ軽いですけど、で、まあ、片付けされてるんでちょっと柔らかめではありますが、まあ、巻き込みももちろんしやすそうですし、縦でね、思いっきり
最近縦型のピッチャーも増えてるので、もうクッと力入れながら投げることも可能、どちらでも本当にいけそうだなっていうような感じのグローブとなっています。じゃあもう一個いきましょう。はい、3つ目こちら外野手用ですね。ウェブがまあね最近流行りですよね。ダブルクロスダブルトンボって言ったらいいのかな、この1212で入っているので外野手用として耐久性も上がりますし、このねウェブのいいところってここ広いんですよね。ということはかなり深く、ポケットが作れるっていうところは僕すごいこのウェブの推してるところですね。でこれ外野手用の中では多分一番大きい部類になるのかなといったところではあるんですが、まあ、逆巻きになっているので操作性としてもね、まあ、さっき言いましたここの長さがあるから深いポケット出す、で深いポケットなんですけれども、逆巻きにしてることで広いポケットを作れるし、あとはここですね、指股も入っているので深いんだけれども広いっていったような特徴を持ってる、グローブとなっています。で小指部分、これ今小指2ではめてるんですけれども、独立小指2本と設計となっているので、しっかりと小指2本用に部屋が設けられているような外野手用のグローブとなっています。でカラーリングもさっきと結局一緒なんですけども、キャメルとオレンジ、裏側もオレンジですね、はい、の仕様となっています。でこれは味方付けなんですけどもまあやっぱりガッチリと掴むいうような片付けが一番向いてるんじゃないかなと。まあ大きいですし、ちょっとひねりよ、まあでもちょっとひねりでもいいのかな、でも何でもできそうです。やっぱり深いんだけれども広いっていうので、どちらに合わせてもいいんじゃないかなというような、グローブとなっています。長いな、あとここが、まあ外野手だから当たり前っちゃ当たり前なんですけど、こっからポケットの部分が長い、なんで多少ちょっと変なところで取っちゃっても結局中心にクイッと集まってくれるようなグローブですね。で外野手用にしてはやっぱりこれも軽いですし、とてもいいんじゃないかなというふうに思います。これアンバサダーに元阪神の関本さんが就任されているということで、ということはですよ、元プロ監修というか、まあアンバサダーというかなんで、プロ野球選手でも使えるような品質を保っているグローブということになるので、でもそういった選手が監修というか、まあアドバイスというか、いうのをして作っているグローブなので、絶対なね、そのグローブに対する自信というかが出てくるんじゃないかなというふうに思います。阪神ファンの方なんかも使ってみるのもいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ということで本日こちらですね、僕はすいません正直、ちょっと無知で申し訳なかったんですけども、ジェニーという、グローブの紹介をさせていただきました。現在モンタナさんにはこのピッチャー用、最初に紹介した内野用、最後に紹介した外野用、この3つが、置いてあります。お値段なんですけれども多分全部一緒かな、63,800円となっています。まあ公式用、普通の公式用としては妥当なお値段なのかなというふうに思います。ぜひぜひね、まあ、特に高校生かな、やっぱり使うとしたら、まあ、単色ですし、まあ、それに革の張りもある、グローブなので、ただ関節はすごいつきやすそうだなっていう、はめてて、イメージ湧いてきたので、ぜひぜひ高校生の方使ってほしいなというふうに思います。はい、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。